ホラポス、関西百名山。バウバウ。おはようございます。時刻は8時45分です。ちょっと遅めにスタートになってしまいましたが、今日はここじゃん阪急嵐山駅にやってまいりました。今日はですね、関西百名山シリーズちょっと空いてしまいましたが、愛宕山に登ろうと思っております。目指すは前方ですね、はい、今日は梅雨の間の晴れ間ということで、すごく天気が良くて、観光客、登山の方たくさんお手洗いにいらっしゃいました。暑いね、暑いですね、うん、暑いというかもう日差しがなくですね、刺さる感じがします。脱水に気をつけて、たくさん目に水分を持ちました。それでは今日も元気に行ってみましょう、はい、久しぶりですね。紅葉の時期も美しいんですけど、この緑の濃いこの時期もすごい綺麗ね、うん、水蒸気が多いのでしょうか、なんか煙った感じになっております、うん。なんと走り始めてわずか12分で朝ごはんタイムです。今日のお弁当、雑穀ご飯、鶏とさつまいもとレンコンの甘辛炒め、この人ちょっとご飯なんかちっちゃっちゃいますね。こっちに行きましょうか、うん、大豆とトマトときゅうりの、酢の物でちょっと奮発しました。さくらんぼ、佐藤錦、はい、奮発しましたという朝ごはんで食べます。ここは、魚肉ソーセージとチーズもあるよ。あ、これ定番ですね、はい、ここちょうどいい火加減になってます。こんな感じです。今日は意外なぐらい人がないですね、うん、紅葉の時期とかもう歩けないぐらいすっごい人なんですけどね。ここ、この感じが象徴的で、電信柱やで、すっごい細工木みたいなあ、リュウちゃん、これ電信柱やですごい細工、茶色に塗るだけでは飽き足らずもう木に化ける。到着、はあ、20ミリだ。船が下ってます。局長峠からの下りです。はい、ここは日差しも柔らかいから気持ちがいいね、はい、ちょっと湿度は高いけどね、はい、はい、下ってきました。はい、はい、京都一周トレイル現在地、はい、あ、六丁峠方面から来て今ここにいるってことね、はい、はい、で清岳の方ね、右こっちです、はい、これ渡ります、はい、清岳側に出ます。これで、あ、これで何遍来とんねん渡りますか。以前来た時はここ台風の影響ですごい折りかかったように木、倒木ありましたけど、綺麗に撤去されてますね、うん、そしてこっちに、この先はね、結構石濡れて滑るところだからね、気をつけないと、うん、新緑の緑と朱色の跡がすごい晴れて綺麗だね。バスで来たらここからすぐ来れるんだから、ね、ああ、そうだよねこんなところで走ってくるのうちらぐらいやろなきっとここではホタルが見れるんやろね、このホタルの。おホタル時刻は10時18分、はい、駅から 7.2 キロで、ここ登山道にやってきました、はい、ここから今日の登山開始です、はい、あと 4.2 キロ水分よし、塩分よし、体調よし、トイレなし締めのトイレなしがおもろいね。40分の1、この看板を渡ご
山参道の救助の目安となるもので、100メートル間隔で設置してありますって。へえ、消防分団さんのこのね、言葉のセレクトがね面白いんですよ、はい、ちょっとご紹介していきましょう、はい、設置みたいでいいよね、目安が。ここは愛宕神社の境内です。ですから、全面禁煙。そうですね、全面禁煙ですよ。はい。あ、めっちゃ冷たい。おいしい。4分の3。はい。やっぱりタバコにこだわってますね。加えタバコダメ。吸わんがな。こら。次のポイントいきます。足元注意。あ、やっとちょっとあの消防団のあれから離れましたね。火から。注意しましょう。ちっちゃ。おいやー、でもなんかこの木すごいね。寒大の落ちたんかしら。生きてるんよ、でも。こんななってもね。お、心がすごい綺麗に。綺麗にしたらね。やけどね、下のやつはほんまの花が生きちゃってすごかった。中央目ごとのお地蔵さんは皆様の無事を守ってくださっています。 ありがたいことやね。便利グッズのご紹介です。まずこのボトルはですね、100円ショップで売ってる、だんだんこれが下からね使うごとに上に上がってきて、こうしても出るというスプレーボトルなんですよ、はいはい、100均何でもありますね。そしてこの中身はというと、はい、発火油、発火油と書いて発火油と読むんですけども、はい、我々ではですね、楽天でこんな大きいあのボトルを、はい、バーンとちょっとお高いんですけども買ってまして、はい、それをスポイトで何滴かを入れたとこに、はい、Amazon で買ったあの無水エタノールを入れて薄めて、はい、であの水道水でジャガジャガーっと振って、はい、これがね意外と便利なんですよ。虫除けにもなるし、あの昼退治にも使える、ね、そしてあのお昼ご飯とか食べてる時によく虫寄ってきたりとかしますよね、はい、ああいう時もこれもともと飲用 OK の発火なので、あの口に入っても大丈夫ということで、頭に振ったりとか、はい、そういう風な使い方もできます、はい、家にあの竹串刺してね、あのアロマとして使ったりとか、そんな使い方もできます。昼に吸われた時はそれをかけると剥がれるんですかね。本当はね、もっと濃い原液かけるぐらいでもいいかもしれないですけど、あ、まあ、これでも十分効果あるかと思います。一応原液はリックの中に入れてます。はい、入れてます。これ便利です、はい、そして火事のあれに戻ってきました。あなたの注意、山火事守る佐賀分団。そうですね、ありがたいですね。佐賀分団。火ばっかりか。いや、やっぱり消防団なんでね、はい、山火事大変ですから。立派な木ですね。軽装は怪我のもと。おお、山っぽい。7番。あ、危ない。何やねん、そんだけか。まあ、いつ何時そういうことが起こるかもしれんから気を抜かずに歩けよということですね。短くまとめてくれました。ワクワク。9番。初期消火、誰も消せる、誰でも消せる小さな火。なるほどね、気がついたら消してよってことですね。40分の10。火の用心やって割れてるし。次行ってみよう。バンバラバンバン。この看板は救助の目安、大切に。あ、価値割るのよってことですね。今日のおやつ、新作米粉ビスケット、はい、卵1個にオリーブオイル、塩、蜂蜜をすり混ぜて、そこに米粉とオートミールを加えて焼き上げました。これね、一口目は素朴すぎる味がするんですけど、噛み締めるほどに美味しくなってくるという不思議な味であります、はい、そして12番。これちょっと笑います。愛の炎は燃やしても山は燃やすな。バイサガ分団10。照れるわ。12です。はい、12を過ぎたところに東屋がありますので、ちょっと休憩しましょう、はい。新人の団員さんが考えられたんでしょうか。やっちゃいけない、やらせない。何やそれ。はい、15番火の用心、急な坂道気をつけて、そして取ります。17番、美しい山、守るはみんなの力。はい、バイサガ分団。はい、こんにちは。18番、タバコのポイ捨てやめて。まだタバコへ。はい、あ、備えあれば憂いなし、住宅火災警報器。あ、そこまで言う。19番です。山でも家のこと忘れるな。はい。
2歳ぐらい21番家出たです、はい、ハッピーフラットゾーンはすぐ終わりましたね、はい、登っております。23番冷やそいはさっきの方ですね、これきっとやめてあとは27番、はい、お登りやす、お下りやす、交わす挨拶、日の用心、うん、これ印象的よね、お登りやすよね、うん、28番、火をつけた私の責任最後まで、そうやね、いや本当ね、あれこれ味噌汁の火ついとったわみたいなのが結構あるからね。ここが、時刻は11時33分、はい、水を分かれのポイントです、はい、ここまで来るとあともう少し、はい、休憩もしやすいですね、はい、39番、はい、あ、危ないそんだけちょっとネタがなくなってきたから、ね、黒門ちょっと待ってくださいね、バッテリーが落ちました11時56分、なんと40分の41ってありか。何なんてちょっと2番目の字が何でしょうか。分からん、お前。日の用心の昔の書き方ですかね、きっとね。40番のお疲れ様でした。ちょっと一緒にうっかり映れませんでした。すいませんね。はい、黒門、やってみました。さっきそこに5000回、3000回とかいう登頂の石碑が立ってました。すごいですね。はい、やってきました。時刻は。12時10分、やってきました。じゃあ、これはすごいね。家に帰ってこの演技をいろいろ調べてみたいなという気になりました。すごい躍動感あふれるイノシシとカラス天狗です。うん、この上の衣装もすごいね。お参りしなきゃ。はい、はい、社務所でですね、三角点の位置を聞いたところ、こういうちっちゃいメモ帳型の、地図をいただきました。ここが社務所で、こう石段を降りてこの白ヶ社って言うんですかね、の方に向かっていって、ここが三角点とのことで、こう神社を見てここに白ヶ社のこの入り口がございましたので、はい、ここを左折したいと思います、はい、三角点を目指してます、うん、お地蔵さんありました。はい、水野さんが見えてきました。本当だ、目印の。ここの景色もいい景色。ここ初めてやね。こんにちは。なんとここ上がりました。これ時間とわからない。ピンク色のやつは？あった、これや。さっきのやつ出ちゃうやん。ほんまやな、うっすら。なんか知らない、珍しいタイプのやつなんですか。あ、そうなんですか。ラベルってか、こういう金属のプレートみたいなやつは。プレート、あ、ほんまや、書いてあるうん、確かに書いてある。ありがとうございます。これ聞かんかったら絶対わからん、うん、滅ぼす関西百名山第26座、うん、タッチ早く早く、これはやっとかな、タッチやりました
やった ご覧ください、景色もちゃんと見えます。おー、今日のおやつ、はい、いただき物なんですけど、阿部の島屋の干し芋天然先生、これねむちゃくちゃ美味しい、変にね、やっぱり砂糖とかねつけてないからね、すんごい素朴なさつまいもの甘さ、なしいってなんて言うんだら手がねっとりする、うん、味はむちゃくちゃ美味しい、美味しい、紅芋チップスも美味しかったです。ここの以上、あたご山山頂からお届けしました、届きました。旧あたごスキー場はそうなるんやね、それからあたごの山頂、山頂というかあたご神社のところにはすっごく女子トイレが綺麗に新設されてて驚きました水洗になってました。へえ。男子トイレはどうか知りません。旧あたごスキー場はそうなるんやね、それからあたごの山頂、山頂というかあたご神社のところにはすっごく女子トイレが綺麗に新設されてて驚きました水洗になってました。へえ。男子トイレはどうか知りません。ちょっと足元びちょびちょですね。ザ杉の木、ここは冬場は雪が結構積もります。そうだね。ここの分岐を左に行って神妙峠、水尾、亀岡方面へ行きます。行ってみよう。あたご神社へ40分って書いてある。こっちからでも行けんねん。へえ。めっちゃ遠回りしていくんかな。水尾の分かれてあったやろ。あったね、あっこに出ていく道に繋がんねやろ。へえ。もうすでに全然感じが全く分かりません。はい、ここから舗装路で保津峡駅まで約6キロです。走ります。はい、これかここに出てくるんだよ。あ、さっきの天皇陵が。あ、でも下にも道があるけど、そうね、前もなんかちょっと恐れをなして行かれへんかったよな。まあでもこういうのは大概舗装路が一番早いんやけどな。なんか一回行かへんかったっけ。いや、行ってない行ってない。毎回こうやって下を覗いてるもん。少なくとも私は毎回ここ、JR 保津峡駅です。はい、さっきの子たちがボートで流れてるの見えたよ。あ、ほんま。屋形船です。こんな間近で見たの初めてかも。時刻は15時9分、 JR 花園駅にやってまいりました。なんか激しく主張する T シャツに着替えております。出ました、13時間58分50秒制覇 T シャツ。そしてここからどこに向かうんですかね。カフェニコル。そうです、高野龍神の時にいい思い出一緒に作ってくださったターザンさんにのお店に行こうというプランですね。はい、ちょっと保津峡駅からワープしまして、花園までやってまいりました。ここから3キロほどだそうです。はい、行ってみましょう。はい、はい、15時50分になりました。はい、いやもう暑かったな。暑かった、はい、さっきの山とのギャップが余計にね、はい、暑さを感じさせましたね。そしていよいよ、振り返ると阪急降下するという感じですね。はい、卵サンド完売しました。よ、
乗って大丈夫、人間国宝です、ふわりの人間国宝です。ターンズは部屋じゃなかったらおしゃれな部屋ですね。あ、やりました、やりました。今日はね、愛宕山に登ってきたんで、その、あ、そうね、その YouTube に出ますよ。あの嵐山、あ、そう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 、でも違うね、やっぱり走る時の感じと。おお、うん、でも面かぶったでしょ。おお最近また一気に髪の毛伸びたから。あ、伸びすぎやろ。おしゃれになってる。おー、卵サンダーも今日定数出たんですね。そうそう、今日早いです。すごい、なんか嬉しいね、定数ができるといえばいいことやね。おどうですか、アタコさんはもう山頂とか上まで行って、あの今日激アツやね、ここ、こっちの市内。お、山降りたらね、すごい暑い。30度超えるみたいな。そう、上はすっごい寒いぐらいやったからね、ちょっとギャップがね。すごい、すごい、あ、すごい、チョコモが。マジなとこできるから。もうだいぶ笑ってるけどね。チョコ映画でね。ここの経営がいいんで、またね、ここだけ。ああ、足もちょっと静かだなと思いながら。ああ、ちょっと惜しかったね。カメラマンにちょっと待ってな、用意するからって止まって、どこって言って。面白い。顔から。顔から待ってるから。これだって1枚結構するやんか、1600円。そうやんな、1600円もするの。そうやで、私も顔を持ったことあるもん、一回向かってた。撮るからね、あんな堂々と喋ってんのに、意外としたい、自分でびっくりしてるぐらい、お前喋ってもこの人。おー、素晴らしい。